どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はナミさんからですね、商品が売れる人の思考ということで動画を送っていただいたんですけども、この動画の冒頭を見た時に私はね、2人の靴職人の話を思い出しましたね。2人の靴職人、この話はすごく端折って申し上げますと、2人のね、靴職人が揃って新しい土地に行ったんですよ。で、その土地ではね、もうみんなね、裸足でその辺走り回ってるんですよ。つまり靴のない文化なんですよね。そこで2人の靴職人がそれぞれ別のことを思いました。1人はですね、おいおい大変なとこ来たぞと、こいつらみんな靴履いてないじゃないか、こんなところに靴なんて売れっこないよ、帰ろ帰ろって帰っちゃったんですよ。もう1人は、うわ大変なとこ来たぞ、ここのおやつらはみんな靴履いてないや、いくらでも売れるじゃんっていうことなんですよ。こういうふうにね、物事には必ず別の側面があるんですよね。そしてどちらを見るかによって自分の行動や結果が変わってくるってことです。ネットビジネスは詐欺に違いないと思えば、ネットビジネス本気で稼ごうなんて思えないですよね。でもネットビジネスってのは何なのか、それは情報発信することによって多くの人に注目を集めて、その人に商品を紹介することなんだと思えば、なんだ普通のビジネスじゃんって気づくことができるんですよ。ネットビジネスって括りで考えて、おかしな先入観で支配されちゃうとやっぱり誤解をしちゃうんですけども、ネットビジネスって何なのかなって考えていくと、単純な広告ビジネスってことに気づくわけなんですよね。だからアクセスを取る、だから多くの人に見せていく、そういうふうな形になると思います。さあ、それでね、これはビジネスに限らないんですけども、ある人の側面を見るときって、悪いところをかいつまんでみるとその人が悪い人に見えちゃうんですけども、じゃあ超極悪人でどうしようもない人っているんですかね。仮にいたとして、たまたま自分の目の前に来ることってあるんでしょうか。私たちが普通の人である以上、私たちが出会う人も普通の人なんですよ。私たちが特別な人だったら、私たちは特別な人に会えるでしょうけどもね。そう考えていくと、まあありふれた人にしか私たちはそれぞれ出会えないんですよ。でもなんでね、特定の人が自分にとって特別な人になるかっていうと、その人の特別なところを自分が見ているからなんですよね。だから人っていうのは、人間関係がうまくいく人といかない人がいると、とりあえずその人の嫌なところとか自分と違う点に目をつけたりとか揚げ足を取ろうとすると関係は良くならないんですよ、だけども、ああこの人はすごい人だなっていうふうに最初から思っていくと、その人から学べることはどんどんあるわけですよね。まあそういった意味で、私たちは物事、人々にはいろんな側面があるから、一方向から見て決めつけないことっていうふうに考えた方がいいのかなと思いました。それじゃあ今回は以上です。